めまして、東京少女監督させていただきました橋本ネビロと申します。よろしくお願いいたします。この度は上映していただけるということとても嬉しく思います。東京少女は、時間とあと東京都会に来た女の子、あとその都会という場所、この3つの題材をテーマに作った一人の架空の女の子の、まあ女の子で言っても二十歳なんですけど、二十歳の女の子の独白の、お話です。この女の子がただただ独り言を記録のために残している、そういった作品になっております。この作品がより多くの方に届いて、そしてなんかこういうことを考える女の子がいるんだよっていうことをなんか知っていただけたら、多分この女の子も喜んでいただけると思うので、よろしくお願いします。ありがとうございました。